生徒総流国際空港は中華、人民共和国支線省成都市総流区に位置する国際空港。IATA 空港コードは CTU。ICAO コードは ZU。全長3600メートル、幅60メートルの滑走路2本を有する国際空港で、総面積67万平方メートルで、西南地区最大の空港である。 中国民用航空総局の西南管理局が置かれ、中国国際航空、四川航空、成都航空が、同空港をハブ空港としているほか、国内外の20社ほどが乗り入れている。ターミナルビルは2つあり、元々のターミナルビルは、旧ターミナルビルとして4川省内の空港及び、元々四川省だった重慶市域の出発専用、2001年に、 使用開始になった新ターミナルビルは、第1ターミナルビルとして、すべての路線の到着と国際線、四川省、重慶市域以外の多省域国内線の出発用として使われた。そして、第2ターミナルビル建設の進展に伴い、旧ターミナルビルは閉鎖され、第1、第2ターミナル間の連絡通路として新築され、2012年8月、第二ターミナルビルがオープンし、 国際線及び、四川航空国内線が第一ターミナルビルに残った、以外、他の国内線各社は、第二ターミナルビルに移転した。生徒中心部から南東5 0トルの場所において、生徒添付国際空港が建設中であり、2021年に開港予定である。新第一ターミナル、旧ターミナルビル第一ターミナルと、第二ターミナル間の移動は、徒歩や、シャトルバスや、 地下鉄などで移動できる。レストラン、喫茶店、ファーストフード、本屋、お土産屋などがある。T1 の KFC の営業時間は4時半24時で、ある。24時間営業のコンビニもある。通貨の両外所は両ターミナルにある。日本円は1000円札、1万円札を扱っている。空港は24時間営業だが、両外所は半日営業で早朝、深夜は両外できない。 休日も両替可能。生徒総流国際空港国際線就航都市2018年5月14日、現地時間午前7時過ぎ、重慶発ラ羅斎岸線航空機が高度約1万メートルを飛行中に副操縦士側の窓ガラスが突然割れ、副操縦士が機害に吸い出されそうになってしまった。破損と同時に、軽機類も故障したが、機長は手動操縦に切り替え、 東空港に緊急着陸した。搭乗していた乗員、乗客129人のうち29人は現地の病院に搬送されたものの大きな怪我はなく、服装重視も制服は避けたが顔や腰の軽傷で済んだ。同社では窓ガラスが破損した原因を調べている。ありがとうございます。